オッテモン学院大学ソルジャーズはオッテモン学院大学の体育会に所属するアメリカンフットボールのチームである体育系の強化クラブ8団体が所属するトップアスリートグループに属する関西学生アメリカンフットボール連盟サンブリーグ所属2020年度シーズンより高橋睦美氏がヘッドコーチに就任1966年にオッテモン学院大学 ソルジャーズとして創部された。大阪府茨城市にある、オッテモン学院大学、アイキャンパスの人工芝グラウンドにて活動を行う、チームである。アメリカのプロアメリカンフットボールリーグ NFL に、挑戦した、川口聖氏が2003から2008の6年間、ヘッドコーチを務めていた。2009年よりアメリカアリーナフットボールリーグや、社会人アメリカンフットボールリーグ X リーグに、 所属していた経験を持つ高橋睦美みがヘッドコーチに就任。2009から2014年3月までヘッドコーチを務めた。2014年4月より水野八一が総監督に就任。2014年シーズンでは首相の馬場高弘、副将相の矢部良太の活躍が光り、関西学生アメリカンフットボールリーグデブ1との入れ替え戦に出場。 京都大学ギャングスターズに大敗を喫したものの新たな歴史を作り上げた。水野弥一氏は1年間の指導の末退任。部内における水野氏が招聘したコーチ2名による学生に対しての行き過ぎた指導、暴言や問題行動があったとして学生がボイコットを起こしたことが主な原因とされている。 2019年より、オテモン学院大学のスクールカラーに順じ、ユニフォームを一新。オテモンスカイブルーとインテリジェントブルーを組み込んだ青を基調としたチームカラーとなっている。2019年の関西学生アメリカンフットボールリーグでは、デブ3に昇格した。また2020年より、高橋むつみがヘッドコーチへ6年ぶりに就任。OB では、 社会人アメリカンフットボールリーグ X リーグの所属チームに在籍し、エリコム神戸ファイニーズの川淵正則、アサヒ飲料チャレンジャーズの平大地、アズワンブラックイーグルスの吉海雄大、菅波克樹などが活躍の場を広げている。2018年11月6日に社会学部4年生の首相と経営学部4年生の 学生二人が大麻取締法違反容疑で近畿厚生局麻薬取締部に逮捕された。二人は友人同士で6日昼頃に自宅で一緒にいたところを現行犯逮捕された。11月8日には大学内の部室が家宅捜索された。大学による部員41人への聞き取りに対し13人が大麻をやっていると聞いた。 法に触れることをしていると知っていたと答え、大学は大麻汚染の実態調査を進めることを発表した。アメリカンフットボール部はその後活動を停止。元首相は大麻 1.2g を所持した罪に問われ、検察側は懲役10ヶ月を求刑。裁判で元首相は基礎内容を全面的に認めて、部活の首相という立場で誰にも頼れないストレスがあったなどと述べた。 2019年1月30日、大阪地裁は、大麻との親和性は認められるが、反省しているし、報道などで社会的制裁を受けているとして、被告に懲役10ヶ月、執行猶予3年を言い渡した。被告は2018年12月に退学処分となった。1968年関西大学2ブリーグ1位。1969年関西大学2部 A グループ2位。 1970年近畿、学生アメリカンフットボールリーグ、京半ブロック1位。1971年関西、学生アメリカンフットボールリーグ5位。1972年関西、学生アメリカンフットボールリーグ8位。1973年関西、学生アメリカンフットボールリーグ8位。1974年関西、学生アメリカンフットボールリーグ8位。 1975年関西、学生アメリカンフットボールリーグ7位。1976年関西、学生アメリカンフットボールリーグ5位。1977年関西、学生アメリカンフットボールリーグ8位。1978年近畿、学生アメリカンフットボールリーグ南部ブロック2位。1979年近畿、学生アメリカンフットボールリーグ南部ブロック2位。 1980年近畿、学生アメリカンフットボールリーグト部ブブロック3位。1981年近畿、学生アメリカンフットボールリーグト部ブブロック6位。1982年近畿、学生アメリカンフットボールリーグト部ブブロック5位。1983年近畿、学生アメリカンフットボールリーグト部ブブロック4位。1984年近畿、 学生アメリカンフットボールリーグ東部ブロック5位。1985年近畿、学生アメリカンフットボールリーグ B ブロック1位。1986年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、チューブブロック5位。1987年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、チューブブロック4位。1988年近畿、学生アメリカンフットボ,ボールリーグディバイ、 B ブロック3位。1989年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、B ブロック7位。1990年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、B ブロック2位。1991年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、B ブロック4位。1992年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディイ、A ブロック2位。 1993年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、B ブロック5位。1994年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、B ブロック4位。1995年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、B ブロック6位。1996年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、B ブロック6位。 1997年近畿、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、A ブロック6位。1998年関西、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、A ブロック5位。1999年関西、学生アメリカンフットボールリーグディバイ、A ブロック7位。2000年関西、学生アメリカンフットボールリーグディバイブ、A ブロック1位。 2001年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ A ブロック2位2002年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ B ブロック3位2003年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ B ブロック4位2004年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ A ブロック4位2005年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ B ブロック4位2006年関西学生アメリカンフットボールリーグディヴイ B ブロック3位2007年関西学生アメリカンフットボールリーグディヴイ A ブロック3位2008年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ A ブロック5位2009年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ A ブロック4位 2010年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ B ブロック22011年,年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ A ブロック22012年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ A ブロック52013年関西学生アメリカンフットボールリーグディバイ A ブロック2位ありがとうございます